スキルを解除できます。はいはいはい。で、いろいろありますね。私が持ってたのは、ファンネルはハイブです。はい、どれ、はい、これだ。そうです。わあ、かっこいい。なんだこれ。で、なんだこれ。これまあ、まあ、1で言うところの。ドンキで照明のとこ行ったら売ってるそれ。違う違う違う。ありますよ。ちょっと、まあ、あるよね。系のあるあるある。レイ系のやつね。音楽に合わせてこう光が変わります。お風呂に浮かべられますみたいな。いろんな色のやつ。いいですね。あと、偽のクラゲが上下するやつ。ああいうやつも売ってます。エラルさんが使ったのどれですか？私は何もないやつ。これ、これじゃん。違う、ね、叩くやつ。叩く。いっぱい出てくるやつ。一番、これそれじゃない、それじゃない、それそれ、オレンジのやつです。これだね、これですね、うん、スティンガーだ。そうそうそう、いいな。あれかっこよかったっすね。かっこいいでしょ、ファンネル。やばいでしょ、強かったし。これ、個人的にやっぱこのマインが好きですね。いいですよね、かわいいですよね。で、なんか対象がいなくなると、いなかったよーって戻ってくる。ダメだったって戻ってくるよねって。あとなんか向こうの方のスナイプラグが当たんないようなスナイパーとかにこう、そう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 、いけって、いい意味で使い勝手も良さそうだなと思ったりとか。わかります。で、ケミランチャーとかもすごく使い勝手は私の中では結構好きです。これあれか、煙のやつ、スモークみたいなので、いろいろ、もちろんHP を回復してくれたりとかするのもあるし、はいはいはい、いろいろこれだ、これ燃やしてくれたりするのもあるし、はいはいはい、ああ、ここで撃って、そう、燃やしてくれたりする。これはね、ベータの時にも使えたかなと思いますけど、まあ、パルスとかは前作からありますけれども、はいはい、これも結構大切だったりとかはしますし、やっぱね、パルス大事かなと思ったら取ってるんですよ、自分のプライベートの方も。でもちょっと範囲がね、もしかしたら1の時は全部をバーって網羅したけど、2はちょっともしかしたら自分たち のアイザックの近くにいる、まあ、人たちだけなのかもしれないですね。ただまあ、何人敵が今ここにいるかということを分かってるっていうのは結構大切だったりするので、そうですね、パラスも大事な感じはしたし、そうですね、まあ、やっぱドローンがね、かっこいいっすよ。ドローンはいいよね、なんやかんやで、かわいいドローン。じゃあどうしますかね。はい、どうしようかな。ちょっともう一個まだいけますか。まだいけますね、まだまだいけますね、はい、じゃあちょっと、まだちょっと大丈夫です、その場所に行くまで待っててください。はい、わかりました。ですね、そうですね。で、それもう一個やるとグレネードも全部補充してくれたりするものもあるので、まあ、私がさっき言ったやつこれです。マズル。マズル。マズルね。ノズルじゃないからね。マズルじゃなかった。超恥ずかしい。大丈夫。そうやって覚えていくと思う。恥ずかしい、恥ずかしい思いをしたら絶対に忘れないから。そうですね。マズル。二度と間違えんなやっていうのがもう刻み込まれるから。マズル。マズルもいいし。何？でもこういうの何から開けていっていいか、ちょっとさ、こう、分かんなくなっちゃうから、おすすめとかやっぱあるんですかね。まあでもやっぱり自分、自分が一番やっぱり必要な部分を先に開けるのがいいかなと思うんですけど、私は基本的にアーマーキットをまず最大限まで増やしました。まず死なない。そう、結構私前線行ってパタッて倒れることが多いので、それをしないようにアーマーの数は最大値にしておきたいなっていうところですかね。じゃあそうですね、あんまり やられたくないみたいな人は、そうですね、あとは早々に上げた方がいいかもしれない。あとはバックパックの数、これか、さっきはみんなもう重い重いって言ってたから、そう、もう持てないよっていう状況が続いてるので、それはね、なんかない方がいいかなとは思うんですけど。レベルが足りなかった。あ、 SHD テックが足んないってやつですか。そうですね、SHD テックは、いろんなところマップに結構散らばってることが分かるので、それを取りに行くことが結構いいですね。なるほど。意外と必要になるんですよ。いや、やっぱあるに越したことないですもんね。そうなんです。ちょっと